ここで東京消防庁音楽隊を紹介いたします。東京消防庁音楽隊は昭和24年旧海軍軍楽隊内藤誠吾隊長を中心に日本初の消防音楽隊として発足し、7月には75年を迎えます。現在は地域と奏でる防災のハーモニーをテーマに、国家的行事における演奏をはじめ、都内各地で防災コンサートなどを実施し、地域に根ざした消防の PR を行っています。また東京消防庁音楽隊のホームページには動画配信や今後の活動を掲載しているそうなので、皆さんぜひご覧ください。さて、続いての曲は中島みゆきさんの時代です。この曲は現在でも多くのアーティストによってカバーされ、また文化庁が発表する日本の歌100選にも選ばれているほど日本中で親しまれている名曲です。皆さんの時代といえばいつが改装されるでしょうか。しっとりと美しいメロディーに乗せて、皆さんのあの時代を懐かしみながらお聴きください。それでは時代です。
時代をお聞きいただきました。ここで東京消防庁からお知らせがあります。それでは音楽隊高階さん、よろしくお願いいたします。改めましてこんにちは。ありがとうございます。コンサートをお楽しみいただけていますでしょうか。東京消防庁では消防官を募集しております。幅広い分野で活躍できる東京消防庁で、東京の安全安心を守るためにあなたの力を発揮しませんか。ここにいる私たち音楽隊員も全員が消防署での勤務を経験した消防官です。普段はこのように音楽を通して防火防災を呼びかけていますが、大規模災害があると現場で活躍することもあります。採用パンフレットが欲しい、音楽隊についてもっと知りたい、私と一緒に働きたいという方がいらっしゃいましたら、資料をお渡しいたしますので、制服を着た東京消防庁音楽隊の腕章をつけている背の高い職員がおりますので、ぜひ一声おかけください。以上、東京消防庁からのお知らせでした。それではプログラムを進めてまいりましょう。次の曲はエルガー作曲の愛の挨拶です。この曲はイギリスを代表する作曲であるエルガー自身がプロポーズをするときに彼女へのプレゼントとして送ったとされる楽曲でした。もともとはバイオリンとピアノのために書かれた曲でしたが、後に様々な編成で演奏ができるようにアレンジされました。美しいメロディーとロマンチックな雰囲気が現在も多くの人々の心をつかみ続ける名曲です。それでは愛の挨拶です。
は星野源さんの歌うドラえもんです。2018年公開の映画ドラえもんのび太の宝島の主題歌として作曲されましたが、翌年からはテレビアニメの主題歌としても使われ、幅広い世代のドラえもんファンの心をつかみました。感想ではお父さんお母さん世代には懐かしく、皆さんも聞いたことのあるテーマがさりげなく登場します。ぜひ見つけてみてください。それではドラえもんです。さて、最後の曲は勇気 100% です。
ニメ忍たま乱太郎の主題歌として1993年の放送当時から現在まで30年以上も使用されています。作品を見た子どもたちに勇気、元気が出るようにというメッセージが込められているように、世代を超えても人気が衰えない名曲です。それでは勇気 100% です。東京消防庁音楽隊の演奏の言葉にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。
最後にもう一曲だけ、皆様が元気になるような曲を一曲お届けして、最後にしたいと思います。本日どうもありがとうございました。防災ミニコンサートを終了します。本日はありがとうございました。